眼力大輔のいじん切りで、まあ、実際にオリンピックにね、出場した野藤君なんですが、拠点をニュージーランドとかに、ヨーロッパです。あ、オーストリアに拠点を置いていると、はい、それはどういうことなんですか？まあ、ナショナルチームに入ってるんですけども、はい、まあ、ナショナルチームでの活動はワールドカップの期間中、はい、シーズンで何戦あるうちの何戦しかチョイスをしないんですよ、うん、あのナショナルチームが、はい、それに行きますよと、はい、出てくださいとか、はい、でその中でもヨーロッパで試合がたくさんあるわけ で、はいはい、でその試合を出たいので、まあ、自分の経験も積んだり、はい、その中でもポイント、オリンピックにつながるポイントっていうのもあるので、はい、自分で回るためにもオーストリア、ヨーロッパのオーストリアをベースにして活動をしている。やっぱり僕全然その知らないですけど、やっぱり一番世界でも一番その盛んなメジャーなっていうのはやっぱりヨーロッパ。そうですね、まあ、北米ももちろんカナダ、アメリカも強いんですけど、はい、僕はオーストリアの滑りが好きなので。へえ、やっぱり国によって滑りが。そうですね、ちょっと独特なところだったりとか。え、どういうちょっと教えてほしい。どういうのがちょっと、そうですね、例えば、まあ、北米カナダとかアメリカだったら、はい、まあ、滑るラインがあるんですね、うん、このラインで滑ると次のターンが行きやすいとか、はいはいはい、まあ、すごいこう R があるんですけど、はいはい、その R が深かったり深く回ってつないでくる、はい、ゴールまでつないでくるっていうラインだったり、はい、まあ、ヨーロッパの人たちは比較的まっすぐダイレクトに、まあ、旗が立ってたと思うんですけど、はいはい、その旗に向かってダイレクトに狙っていって、はい、極力ロスを少なくしてタイムを稼ぐっていう方法だったりとか。はいはい、なるほどなるほど。そう、スピードをつなぐのか、そのままダイレクトに突っ込んでいってもうゴールまでまっすぐ、ね、でもあれ深いんでしょうね、いろいろ。そうですね、ね、普通にテレビ見てる人はなんかね、スキーの板入ってクニ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 曲がってるように見えるけど、あれは奥が深いものがたくさん、ね、駆け引きとか、うん、もちろんね、あのコンディションなんかもあるんでしょうけど、はい、すごいんでしょうね、あれ。そうですね、やっぱり10本勝ち上がっていくと10本滑らなきゃいけないんですね、はいはい、そうなると、まあ、トーナメントになるんですけど、はい、最初予選2本タイムで取って、はい、その中のトップ16人が決勝に進みます、はい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 、でその決勝ではトーナメントになって、はい、まあ、2人当たってこう勝ち上がっていくんですけど、はい、まあ、相手と誰と当たるかとか、その相手の技術だったりとかレベルを知った上で滑ったりとか。そうかそうかそうか。もちろんその中でコース状況荒れてたりボコボコになってたり、すごい掘れててバンクになってて、合わせていかないと板が走んないとかっていう技術のことだったりがあるんですけど、まあ、10本滑るんだったらそこでの駆け引きですよね。相手を見て、まあこいつだったら、まあこれぐらいのあのパワーで滑ったらいいかなとか。なるほど、あ、そういうのもあるんだ。もうある、ありますね、はい。はあ、それはじゃあ本当に格闘技みたいな感じですよね、対戦相手。そう、1対1のね。1対1なので、そう、見てる方もすごい面白いと思うんですよ。いや、そうですよね、これすごいな。そう、1人で滑ってたらタイムでしか分からないじゃないですか。そう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 。でもパラレルなんで、うん、2人で滑ることによってゴールした時にも勝敗が分かる。なるほど。先にゴールした方が勝ちっていう種目なので。確かに面白いですよね、あれ見ててね、はい、分かりやすいしね、はい、へえ。普段はじゃあそのオーストラリア どういうとこ、友達どこに泊まるの、家があるの？家は、まあ、これからアパートを借りたりとかしたいんですけど、うん、まあ、本当に、まあ、住所不定かもしれないですね。あ、住所不定の方がここにいらっしゃいます。1年のどのぐらいを海外で生活するんですか？約半年ぐらいですね。半年、はい、まあ、向こうに行ってしまえば行きっぱなしで、それで北米とかにも選ばれたら、大会選ばれるとヨーロッパから北米に行ったりとかですね、アメリカ、カナダに行くって形ですね。で、海外の時はどんな生活してるの？海外ですか？はい、いや、本当もう単調というか、朝早くから山に上がってトレーニングして、うん、で昼食べてからまたコンディショントレーニングといって筋力維持ですよね、はい、トレーニングをして、はい、
で夜はもう早く寝る。何時ぐらいまで練習する？いやお昼ぐらいですかね。滑る滑走時間はお昼まで。へえ。で午後はじゃあ何？午後は自分の、まあ、次の日大会だったら大会に向けてコンディションを整えることでちょっと走ったりとかすることによって、そう、心拍数を上げて代謝を良くして体に疲れが溜まってるのでそれを流してあげたりとかストレッチをしたりとかで、もうじゃあ練習終わったら家帰ってまあお風呂入って、うんうんうん、ご飯食べて寝る。もう本当そのサイクルですよ本当にずっと。海外で、まあ、ヨーロッパ人と交流があるけど、はい、喋ってて、まあ、こいつ日本人だからちょっと控えめなんだろうなって思われたくなかったんですよ僕は。あ、日本人ちょっと謙虚さを出してそれが美徳だみたいな感じじゃないですか、はい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 、それだとガツガツしてないなと思って、はい、だからもうすごいいつも明るく接したりとかして。へー、ガンガン行くんだ。グイグイ行っちゃうんだ。グイグイ行きますよどんな感じ、どんな感じ。向こうの人はどういう感じなの？向こうの人ってどういう文化っていうか。いやもうシンプルですよね。もう答えに対してもうそのままイエスかノーで答えてくれるから、もうそれを僕も真似してやっていくうちに馴染んでって、で英語と今ドイツ語も勉強してるんですけど、はい、まあ、オーストリアはドイツ語圏なんで、はい、で会話をするようにしてますね。できるだけ会話を切らさないようにとか。なるほどね。でそういう中で例えば、まあ、みんなで飲みに行ったりとかしても、はい、その女の子を引っ掛けるとかそういう感覚じゃないんで、はい、楽しく喋ったりとか。へ、うん、いつでも自分がこうなんか中心でやるぜみたいな、まあ、そんなノリだけどみんなもでもワイワイしちゃうから。なるほどね、はあ、いつも疲れない？疲れない？そういう。あ、でも疲れますね。たまに英語喋るの嫌だってなります。はあ、やっぱね。そうするとやっぱ日本が落ち着く場所。そうっすよね。帰りたくなったりしますねたまに。なるほどね、はあ。